2日目7時50分、もう体がバッキバキですよ。いきますよ。はい、痩せてねー、痩せてねー、マジか、こんな痛いのに全然痩せてねー。10分、あと10分以内に着替えて出発だ。いい天気。さあ、ということで今回も地蔵をしていきます。あれ、なんかやってるな。さあ、ということで今回はこちら宝南マック近くの懸垂ができるやつがある公園、なんか懸垂がね、めちゃくちゃ効くらしいので、それをやりたいと思います。待機中に効率もいいのでね。とりあえずオンラインにしよう。時刻8時8分遅刻。音しない、ちっちゃい音マックスなんですけどね。まあいいや。でこれが鳴るまで、ここで懸垂したいと思います。ということで、懸垂まずこう逆手とこっち、こっちとこっちで限界まで1セットずつやっていきたいと思います。見とく。やば、あ、鳴ってる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 。来ました、来ました来ました、マック、おそらくマックマック。いや、逆手だけ限界まで。よし、1セット終了。さあ行こう。残りは、逆にしてラスト1セットですね。よいしょ。いや、朝一でトレーニングすると気持ちいいね。最高。鳴った時間は昨日と一緒ですね。ああ、ちょうどいい。で、まあこれで、おはよう。あ、お疲れ様です。久しぶりです。やってねえって言ってみんなやってるから。昨日から再開した。沖縄一応30ミリです。はい、はい、明日はベッドになります。ピー、じゃあ配達スタート。えい、あ、近い近い近い、オッケー。置き配、置き配っていうか取っ手にかけといてください。アンケートですね。これも謎のやつあるからね。ドアノブにかけといてって書いてあるけど、ドアノブないパターンとかありますからね。ということで、さっき話しかけてくれた人はね、近所の配達員仲間ですね。通称魔改造のおっちゃん。なんでそう呼ばれてるかというと、もう自転車を自分でこうなんかフレームとかを曲げて作ってるんですよね。やばくない？全部自分でこう作ってるっつってね。だから何百万とかかけて、そっからもう魔改造っていうね、通称が生まれましたけど。いや、久しぶりに会いましたね。5ヶ月ぶりだよね。半年ぶりに会いました。とか言ってたらもう着きましたね。車をやり過ごした後に一周を確認。上がる。手にかけられなくね。ということで、かけられそうになかったんで、取っ手は落ちそうだった下に置かせていただきましたと。はい、これでバット回避いきましょう。絶対あれ落ちるだろう、取っ手にかけたら。逆に落としてもらいたいかったっていう可能性もあるからな、少し。ちょ、もう飽きたな。1軒だな、1軒。3軒なんてもう専業でしょ、専業のやる行為。1軒だよね、ウーバー1軒です。まだ30分も経ってないですけど、帰るか。なる、イエス、マック。じゃあマックしか8時からやってる店ない。まあギリですよね。あと5分空いたら帰ってたかな。よし、配達スタート。どこだ、まあ、遠いな。じゃあ音が全然しねえ。
しょう。さあちょうどいいですね、最初の公園に行きましょう。あ、この感じで帰ってもいいけどな。めっちゃあ鳴ってる、うマックすげえ鳴る。これさ、マタギ廃止されてみんなやめたんじゃないか。これぐらい減ってくれたらちょうどいいね。ウーバー初期の頃もこんな感じだったからな、数人で回してるみたいな、少数精鋭で回してる感じ。大体昼ピークだと熟成案件30分前とか毎日発生してたからね。本当にそのぐらいの感じが一番いいと思う。うわ逆走だぜ。あ右側がっつり走ってきてんね。さあ時間3件いいね。昨日時間1件だからね。ピー1分でできました。スタート。はい、あ家の近く帰ろうかな。チャイム鳴らしてください。逃げろ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 、ゴー。どうしようかな。あ完了してる。あしてるよな。してねえ。暑いな、暑くなってきた。そう今日25度ぐらいまで行くんだ。一旦あの公園行くか。つい時給1200円突破しましたね、最強。ここにも公園あんだよな。何もない公園があるんだよ、ここに。何もなし公園がある。ちょっといっぱいある公園の方に行こう。あーいい天気。めっちゃ大ごとになってるな。さあということで、逆の手で1セットラストやっていきたいと思います。あれ さっきこうだな、こうこれでいきます。いやいいね、気持ちいい。運動する、帰りますっていうかね。そう肉が欲しいんだよね今。肉がすげえ、ご飯とかそういうのはいっぱいあるんだけど肉がないのよ今。だからちょっとここちょうどサミットがあるので肉をちょっと探しに行きたいと思います。あでももやしは欲しいな。であと肉ですよ肉。これだ、ひき肉。ひき肉でちょっと行こうと思います今回。100円、迷うな。やばいのめっちゃ発見した。いやこれも安すぎるだろ。ていうか重すぎ。めっちゃ買ってきちゃったぞ。まずお得用もやし、明日までに使い切れるはずがない。豚ひき肉、これがね高い。これ高いわ。の2割引きなんですけど、それでも高い。結局買いましたこれ。まあ100円なんで麺だけでもう使えると思って買いました。とあバイバイバイ。卵、そしてまあこれね30円ぐらいの、飲み物と。発見しちゃったよね、これ150円もしないですからね。合計得点1334円、やつ。これで多分家の備蓄と合わせたら多分1ヶ月持たせられるんじゃないかな。やった筋トレだ。はいということでまずは腹筋。腹筋はね余裕なんですよ。いきます。腹筋はね、あーやばい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 ぞこれ。やべ1回。これさ思った、もう普通こうなるよね。次の日一回もできないぐらいの感じになるよね。はじめ社長絶対やってなくない、あれ絶対。俺やできてない。2 3 9 10 10でき終わり。背筋は全然いける。はいということで背筋50終了。こっからが問題です。もうねずーっと痛いのよ。
腕立てって広くすればするほど胸のこの胸筋を使うんですよ。短くすればするほどこの手の筋肉を使う。だから昨日は胸筋めっちゃやっちゃったから、今日はこっち、これでいきたいと思います。やばい、もう上がらない、ここから絶対上がらない。一回もできねえぞ。腹筋はなんとかいけたけど、じゃあこっちか。いて、腕立ての腹筋も使うからさ、結局。よし、どうだろう。5回。浅くない？浅くない？普通こういう感じでスクワットしたら全然楽なんだけど、これをつま先より前に膝が出ないようにこうやるだ。これがね、なかなかきつい。後ろに倒れそうな、ギリギリこう。ラスト2回、めっちゃやります。腹筋ローラー10回ですね。ウーバーより全然こっちの方がきついからね。やばい。くそー。そうか、腹筋か。こいつ腹筋プラス腕の力やばいねこれ。よいしょ。違う運動になってない？これ。いや、これでもきついわ。衝撃と持ち上げる。ただ腹筋は全く使わないから。で、痛い。痛い。よし。1時間かかった。はい、というわけで今日も同じやつを作っていきます。でもちょっと今日は違う点があります。それはこちら、これをちょっと入れていきたいと。プラス賞味期限内の卵、賞味期限切れの卵あと一つ残ってたんですけど、昨日それ使った後腹壊しまして捨てました。一つこんなもんです。この匂い、これ苦手なんだよな。あんまいい匂いじゃない。それで、はい、そして昨日ともう一つ違うところは、この時点で卵を投入していきたいと思います。で、ここでもうぐっちゃぐちゃにします。ぐっちゃぐちゃに。やばい、昨日よりめっちゃいい。できた。こちらめっちゃうまそう。昨日の100倍うまそうですね、これ。うん、最高。うん、そんな変わんない。いてっ。ああ、やばい。いや、筋トレっていいらしいよ。うつ病とかに、筋肉痛の痛みの方が、そのうつ病とかでなんかこう考えちゃう方に使う脳より、この痛みとかに耐える脳の方が脳を使うから、そっちでこう、そっちを優先的に使うらしいの、この痛みとかの方だから。前向きなポジティブな人が多いと、筋トレとかやってる人は。どこの情報かわかんないけど、ツイッターの、知らねえツイッターの誰かが言ってたじゃん。寝るあざっす。あ、長ネギ。さすがに長ネギなしの麻婆豆腐はないか。長ネギは買ってくるわ今から。最寄りのファミマにね、
売ってるんですよ。無駄な出費ですけど、これしょうがない。時間は金なり。158円無駄にかかってしまった。まずはこれですね。これまあここら辺もったいないね。ちょっとこういうとこちょっと先っぽ恐怖症なんで、でこういうのってやっぱ俺嫌なんだよな。こうはい、ではやっていこう。あっ、もうやっちゃうか。これでこれは油とごま、ハーフハーフハーフ、どんぐらいかな。そんなこんぐらいか。でもこいつ箸じゃねえな絶対な。全部くっついてますねこれ、まあ、こんなもんで。やべ、めっちゃ飛んでるめっちゃ飛んでる。なんでこんなジャンプしてんのこいつら。あの強いから。これでなんか適当に入れていきます。あ、やばい、やりすぎ。ソースがあるから本当はそんな入れなくていいんだけど、なんかあと入れるやつあったような気がするな。レッドペッパー、塩、あとりあえずこんぐらい。あ、いいね。あ、これもう火通ったら入れちゃっていい。はい、あ、うまっせー。あ、豆腐はね、急いでなかったな。一回お湯で2分ぐらい温めた方がいい。弾力が生まれる。そのまま入れると結構崩れやすくなっちゃう。これも入れちゃおう。ラー油でちょっと赤くします。できた。こちら。うまそう。これは、もう、食べなくてもうまいわ。いただきます。いただきます。うん、780円。